ちょっとテキーラ漬けにされそうだな。授業参観とかマジで来ないで。あそうね、高いバッグでも絶対買ってくれるんですよ。大崎敏夫。やっぱりね、やっぱりこうなっちゃうんだわ。これ分かるっしょ、もう、はい、もうこっからの T は分かるっしょ。それが今回のゲストです。これスペシャルですよ。今日もスペシャル。やばいよ。まあ今回もですね、まあ、今年 EXILE20 周年ということで、まあ、特別ですよ本当に。まあなかなか出ていただけないんでね、特別ということでね、ご紹介させてください、はい、この方です。どうぞ。あの出づらい。ハードルを上げすぎですよ。タカヒロです。よろしくお願いします。タカヒロです。いやだってさ、はい、まあそうやってさ、はいはい、なかなかないじゃないですか。いやいやいや、もうそんなとんでもないですよ。呼ばれたらすぐ行きますよ。マッツさんにお声掛けいただいたら、もううんこしてても切り上げていい。それは確かに。切り上げない。でも本当に嬉しいです。本当に、はい、ありがとうございます。本当に今回は12月8日、はい、タカヒロ誕生日じゃないですか。そうなんです。そんな日にライブをやる？そうなんですよ。っていう話を聞いて、はい、おい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 、祝ってもらえる日に、はい、逆になんかお祝いを届けるみたいな。そうですね。あ、すごいいいなと思って。まあでも誕生日なのに、特にバースデーライブではないんですよ。クリスマスライブで、うん、まあ本音を言うと、誕生日ぐらいゆっくりしたいなって。まあでも普通はね、うん、お祝いしてもらうっていうね、当初は思ってたんですけど、うん、いや待てよと、うん、このご時世なんかこうライブもなかなか順調に、うん、こう結構できないことも続いて、うん、またねライブが延期になったり中止になったりとかで、こうがっかりされた方もたくさんいらっしゃるだろうなと思って、うん、もうこんな時こそ恩返しすべきかなと。誕生日になんかこういいあの時間を一緒に過ごせれたらいいなと思って。いや、 やっぱパフォーマーじゃカッコつかないもんね。一曲踊ります。いやいやいや。でさ、この踊り始めてもさ、やっぱちょっとカッコつかないもんね。いやいや、これだからスペシャルだよね。そうですね。なんか今までなかなか見たことないようなライブにできればなと思ってるので、うん、ちょこっとどんな感じの内容なんですか。ですね、うん、まあ、クリスマスライブなんで、うん、まあ本当にお腹いっぱいになるぐらいの冬曲が聴けるかなと。なるほどね。冬曲ね、まあ、EXILE の中にもありますね。冬曲たくさんありますけど、ちなみにもしも、はい、俺を使うとしたら、はい、どう使うんですか。松さんをソロライブなんだけど、もしも僕を使うんだったら、やっぱりメンバーなんで、うん、ファンの皆さんの方を向いてこう同じ方向しか向いたことないじゃないですか、うん、なんか松さん一人に歌を届けてみたいですね。あの客席を一つだけ置いて、コース料理ちょっと準備して、あの一人ディナーショー。うわー、はい、それやばいね。をもう松さんにだけ届けるっていう。でカメラはもうずっと松さんだけをこう。スペシャルディナーショーってことはだからね。という流れで今日は、はい、もしも話、お父さん父親とか母親とか、うん、そこに LDH のメンバーを当てはめていこう。おお、なるほど、うん、なるほど。これだから年齢とか関係なく、はい、性別も関係なくていいかな。なるほどですね、うん、こういうキャラの人だからお父さんにしたら面白いかなとか、うん、そういうことってことね、うん、ということで、もしもストーリーね、今日はね企画やっていきたいなと思うんで、まずはじゃあ一番最初にベタに父親いきましょうか。もしも LDH メンバーの中で父親にするなら、父親にするなら、あ、ちょっと一個だけいいですか。いいよ、ヒロさんっていう答えが反発しちゃうんじゃないかって。あ、でも僕違う雰囲気で行こうかなと思ってました。あ、もう分かってらっしゃる。だし、ヒロさんお父さんめっちゃ緊張しません？あ、まあある意味ね、はい、確かに、うんうん、お父さんだったら
で本当に僕松さんがいいかな、お父さんええええお父えええいや、なんせおしゃれですし、いやで、なんかご家族でいらっしゃるところにお会いしたこととかもあるんですけど、友達みたいに接してらっしゃる姿を見ると、父親の威厳ってもちろん大事なんですけど、なんかこのそういうのって生き様で見せてきゃいいじゃないですか。なんかコミュニケーションってすごいフレンドリーに取れた方がなんかいい気がしますし、なんかもう本当に楽しそうで、お子さんが特に、だからなんかこんなお父さんだったら素敵だなって本当に思ったんで、超嬉しいんだけど、あとやっぱり松さんの時計だったり、あのアクセだったり、あれ持ってらっしゃるもろもろをちょっとあれほぼほぼ知ってるんで、下心あるかも譲り受けられるかみたいな、そのおいよやるよってなるもんね。なんかもう高校入学記念、成人式、なんか一個ずつ増えていくからまあ増えていくわ、はい、あでも嬉しいな、いろんな条件をこう踏まえて。俺もねこれ用意してたんですよ、お父親、はい、これまさかのマジで TAKAHIRO だった、はい、僕ですか。これはね TAKAHIRO なのよ、やっぱり自分が子供だったらだよ、やっぱねかっこよくて強くてっていう、やっぱお父さんがいいなと思って、こうもう圧倒的さオーラがあるじゃん、もうかっこいいオーラ。だからこれプライベートでたまたまね俺街で会ったんですよ、TAKAHIRO にたまたま会うってすごいじゃん。会いましたよね、で一発で分かったのよ、 TAKAHIRO と思って。だからそれぐらいかっこいいオーラ、スターオーラっていうのがやっぱ出ちゃってんだよね。かっこいいし強いし歌がうまいっていうさ、理想だと思うんだよね。嬉しいですね。じゃあ次、母親。母親見つけた。ありました、いました、母親はてっちゃんです。うわ一緒だ。うそすごいね。一緒ですね。すごっ。ちょっとこれ本当ね、取れ高的に良くないかもしれないねえ、なんで俺は、なんか朝起きたらお母さんが起きたって、あったかいコーヒー入ってるよっていうもう結構理想なのよ。それはコーヒー屋さんですよ、それはっていうのはもうパンって出てきちゃって、てっちゃんが。それはお母さんっていうか、もうコーヒー作ってる哲也さん、それはすごいこう世の中の仕組みを読み取るスピードが速くて、てっちゃんってなんかかなり堅実にやってくれそうっていうか、そうね、なんかどんなお父さんでも手のひらで回しながら、こう上手に上手にやってくれそうな、上手だよね、はいはい、なんかこう女性っぽいところが確かにあるんですよね、その気の使い方とか人に対する気にかけ方とか、なんかそういう意味ではてっちゃんお母さんいいな。いいよね、はい、そう豆だし、てっちゃんお母さんだったらなんかおっぱいからなんかチョコモーモー出てきそうです母乳の代わりにチョコモーモーが出てきそうだなやっぱ面白いわその発想が、モーモーしちゃってるもんね、はい、じゃあ次行きましょうか。じゃあ次、お兄ちゃん。ちなみにお二人ご兄弟は？兄貴いる。実際のお兄ちゃんいらっしゃるとちょっと難しそうですね、これ。そうね、僕は妹なんですよ。あ、お兄ちゃん決めた、僕も決めました、お兄ちゃんは登坂。おー確かに、なんかやっぱね、お兄ちゃんにはねかっこよくいてほしいんだよね。盲点だったな、友達とかにもちょっとかっこよさげなお兄ちゃんが俺憧れなんだよね。なんかお兄ちゃんっぽくない？お兄ちゃんっぽい、ちょっとなんかあの僕お兄ちゃん役やってたんですけど、登坂の。ああそっか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 、はい、完全にお兄ちゃんですねじゃあ TAKAHIRO さん、ジェネのリュウト、カザラ。1個上か2個上がいいですね。多分先輩に目つけられなくて済むんですよ守ってくれそうっていうね。そうです、そうです、その あの見てくれの兄ちゃんいたら多分大丈夫です、まあ、そうね、はい、お、あいつの弟なの？あ、そうなの？あ、そうかそうか、仲良くしようぜみたいな、ね、で、あとなんか
性格というかもう本当にねやかじゃないですか、うん、風原も、うん、でそのファッションもこう武骨でこうかっこいいとこありますし、そう、ね、なんかこうお兄ちゃんにいたらすごい弟だとしては自慢したいな、お兄ちゃんに向けての。でも風原がお父さんだったら絶対嫌なんですけど、あちょっと嫌かな。授業参観とかマジで来ないで。そうね、はい、うん、お兄ちゃんぐらいだったらもう絶妙にいいですよね。あめっちゃわかるわ、うん、じゃあ続いて、じゃあ妹。妹難しいな。だからこれ女子もあれだからね、リアル女子でもある。そっかそっかそっか、うん、妹って難しいですよ、ね、難しいね。何をその求めるかっていうか求めるからね。ちょっと待った、妹難しいな。妹難しいね、うん、決めました。決めた。これね2人いるんだよね。おお、レオとメンディ。妹でいいんですよね。妹、うん、妹と仲がいいお兄ちゃんでいたいなっていう、うん、なんか2人で例えば変な話こう YouTube とか撮っちゃったりとか、普通にその買い物とかも2人で行けるような感じがいいのよ、うん、ってなるとやっぱね好きなものが似てるものがいいなっていう。やっぱレオとかこう例えばメンディとか古着が好きだったりとか、いや僕も2人いるとしたら1人レオ被ってたんですよ、うん、あそう、はい、とアラン、あレオが手掛けた本をくれた時にメッセージ書いてあって、うん、趣味だったりとか、うん、なんかファッションだったりとか、うん、共通する部分って多分レオとはあんまりないはずなんですけど、うん、本当か嘘か分かんないですけど、高弘さんへって言ってエグザイルメンバーの中で一番好きですって書いてあって、うん、えもうそこそえまあ、そんなイメージないもんね。そうなんですよ、遊び行ったこともそんなになかったですし、まさかのその言葉に、うん、まんまと持ってかれちゃってそこからレオが可愛くて可愛くてアランはシンプルに顔が可愛いっていうので、あの買って、ね、買ってって言われたら何でも買ってあげちゃうなみたいな。顔で選んでたら彼女とかの方がいいんじゃないかなと思ってたんですけど、ね、彼女だったら多分浮気するんで嫌です、ね、またちょっと見方違うよね。アランなんかめっちゃ浮気しそうっすもん、なんかイメージね、イメージイメージイメージだよね、イメージイメージ。じゃあ続いてちょっと目線変えて、お二人が女子だとしてというか、あ女子だとして、はい、彼氏、はい、これめっちゃ面白いですねこの企画。彼氏、こう彼氏彼氏、あ決めました。決めた。決めました。決めた。黒木刑事。おお刑事。九州人なんで、うん、すごいこう亭主関白っぽいこう雰囲気もありながら、うん、男としてのまあいい意味で、うん、かなりこうプライドもあるんで、うん、見えっ張りだと思うんですよ。ああ読んでるね。はい、めっちゃ読んで分析してるね。なんで。欲しいって言ったらもう高いバッグでも絶対買ってくれるんですよ。高いの、なんか欲しいのかな。いやそれ高えよって絶対言わないんで、あ、うん、いいよ、あいいよ、もうちょこカード渡せる。買ってくれるんじゃないですか。買ってこい。しかもこのぐらいの角度で渡されそうだよね。あそれ目合わせないこのぐらいの角度だよね多分ね、うん、でもあの結婚するかはちょっと分かんないです。スキューさん なぜですか。堅物ですもん。硬、はい、いからね、はい、頑固ですし、うん、耐えらんないです。2年でいいっす。では松さん、若手河村一馬。はいはいはい、はい、彼氏いいなっていう、はい、うん、いろんなそのランページメンバーからも聞くんだけど、めちゃめちゃ一番真面目で出てくるのがカズマっていう、うん、自分のワールドを持ちつつ安心できるかな、うん、なるほど、彼氏だったら、はい、あ絶対多分浮気しないと思うんだよ。それだけ嫌だ。それ絶対嫌じゃん。本当にあの掘っても掘っても出てこないですよ。なんかブレなそうだもんね。あの聞いてもマジでないんですよ。何も思わず聞きましたもんね。え童貞って。お
そうかそうじゃないかは皆さんのご想像にお任せしますけど、なんかそれぐらいっていうね、めっちゃ心配ですよね、変な女に捕まんないか。もうそうだし、こうなっちゃったらなんか溜めすぎてないのかなとか、なんかいろんなものをね抱えすぎてないのかなみたいな。だって前戯とか硬そうっすもんね。バラ加えてそうだけどね。世界ありますね。世界観持ってる。2人で旅行するなら海外旅行にしようか。2人で海外旅行するなら誰？海外旅行めちゃくちゃ難しいですね。難しいね。決めました。決めた？はい。決めた。松さんから伺っていいですか？アキラ。おお。前にファンクラブイベントでハワイに行ったんですよ。でその時にアキラから「マツさんどっか行きません？」みたいな来て「行こうよ」っつってレンタカーを借りて「どこ行く？」みたいな感じで「あのどっか」って言われて「えどっかです」って言われて「どっか行きません？」のどっか。そう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 、とりあえずなんか走ってらどっか着きそうじゃないですか、みたいな感じだったのよ。で俺がそれ意外となんか楽しかったの、それが。俺結構決めちゃう人なのね、うんうんうん、こうどっか目的を決めちゃう人で、うん、だけどアキラのなんかその目的地はないけどどっか行った先でなんか面白いことはあるんじゃないですかみたいな、なんかその行き当たりばったりを楽しめる人みたいな、でアキラかな、うん、ではじゃあアキラさん、ウサさん。あー俺迷ったんだよね、迷ったって思ったんですけど今。あれ言ったのはいいんですけど、うん、ちょっとテキーラ漬けにされそうだな。はい、強いじゃないですか、ね、めっちゃ強い、めっちゃお酒強くて、エグザイルで本当一番強いって言っても過言ではないぐらい、そうだね、お酒好きだよね、うん、でもなんか移動とか全部ヒッチハイクとかになりそうですよね。なんとかなりそうじゃん、しかも、うんうんうん、はい、ということでね、今回はですね、まあ、20周年ということで、はい、まあ、高弘にね、インザハウスのこのね YouTube チャンネルに出ていただきましたけど、改めてね、はい、まあ、高弘から告知、はい、まず12月8日、僕の誕生日でもある、この日にですね、配信ライブ、うん、クリスマスライブ、うん、お届けしたいなと思ってます。まあイブどころの騒ぎじゃないぐらい大イブだっていうことで、うん、あの大イブライブと題して、まあ、EXILE の名曲だったりとか、うん、あんな曲こんな曲たくさんアットホームな雰囲気でお届けできると思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいのと、そして、12月の24日本当のクリスマスイブにですね、うん、EXILE リスペクトシリーズより I Believe を、配信させていただきます。はい、これは聞きたい。これまたなんかちょっとこうなんかアレンジしたんだよ。そうなんですよ、オリジナルの良さも保ちつつ、うん、高弘サウンドというか僕らしくできればいいなっていうところもあって、うん、I Believe の良さもしっかり残してるんで、なんか皆さんにこう生まれ変わった I Believe を楽しんでいただきつつ、今年も素敵な思い出を作っていただきたいなと思います。いいね、はい、ロックは超面白いよね。フィーンでも考えました、なんかめちゃくちゃロックなI Believe とか面白いかなと思ったんですけど、ね、多分求めてるの3人ぐらいしかいないな。はい、はい、ということでね、本当最後これちょっとだけ EXILE20 周年迎えて、これからの TAKAHIRO の未来像をちょっと聞きたいなと、まあ、自分としては本当にこの EXILE20 周年を精一杯こう盛り上げさせていただいて、うん、オリジナルメンバーの皆さんにこう少しでも喜んでいただけるようなアニバーサリーにできればなっていう思いと、まあ個人的には40になるまでにはあのソロツアー、はい、いいね、やりたいなと思ってますんで、うん、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。はい、ということでね、今日はスペシャルでしたけどね、はい、またねこのねチャンネルにねスペシャルが来てくれるかもしれないんでね、ぜひ楽しみに。え、高弘さんのことスペシャルって、スペシャル、なんか寿司の最後に出てきそうさ、ね、スペシャルくださいみたいな。ということで、はい、以上小崎部長でした。恥ずかしいよこれ。今日のゲストこちらです。 EXILE 高弘です。イエーイ。言っちゃっていいですか？あの編集できますもんね。めちゃくちゃ
ちゃガンつけられてる。すいません。あ、ダジャレがない。右から左を掴まれました、ね。それが結構な事件でした。もうビヨーンって。松本敏夫改め川崎敏夫、みんなで川崎を盛り上げていきましょう。